回のステージで、でリハーサルの時はさ別になんともなんなかったっけ、別に大丈夫だったっけ、本番になったらあれみたいな、強風だよ強風みたいな、いきなり風が吹いてたのよ、なんかビル風かなんかでね、で一度ですよね、あの時一度でねやらせていただいた時なんですけど、あの時ね、シャイニングハートっていう、まあ、曲に合わせて歌って踊ってマジックをするんだけど、まあ、まず台車にいろいろ乗ってるわけさ、でその台車がまずね転がり落ちてきたのだから、ね、強風だと思わないからさ、うん、重りもつけてなくて、まあ、コロ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 、ほんとそれぐらい強風だったんだけど、コロ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 で、で、なんかチアのポンポンとかもね、最後の方踊るときに置くわけさ、で、まあ下に置いてて、まあ、それもなんかこう、どん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 、こう、なんか、なんつうか、コロ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 転がり落ちてって、で、最終的に、まあ、紙吹雪をね、最後やるように、台車に今置いといたの、一番上のとこに紙吹雪をね、それも、こう、紙の上に紙吹雪を置いといてみたいな。ね、普通だったら別にそこから取ってこう紙吹雪やんだけど、もう紙吹雪はもうどんどん舞うね抹茶いけないとかで抹茶ったんです。そう、そう、抹茶いけない初版でもうバーって吹雪いちゃって、でもう何もできないわけ、なんかマジックも、でなんかみんなね、シエルちゃんとか先生とかユッキーさんとかがいてくれて、その時もみんな必死で台車をこうやってなんかやったりとか、あと紙吹雪もなんか戻してくれた書きやすい空から書きやすいテレビカメラも入ってて、で結構あのがっつりしたかなり大きなイベントだったの、でまあそみんなそれぞれマジックする中で、ドリームハットはいつも通りの演目をやろうと、私は結構風怖いから演目変更とかしてたんだけど、あこの2人はいつも通りやると思って、そしたらまあ案の定コロ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 台車転がり、ポンポンは空を飛び、飛んでいき、それを私たちは走って捕まえに行って、また台車に戻す、紙吹雪舞っちゃう、ユッキーさんかき集める、戻す、みたいな。で、なんか最後さ、これしかないからって、最後とりあえずなんか紙吹雪いたんだよね。そう、で、台車のところをどうにか飛ばないようにって、とりあえず、私ダンサーだったから台車に肩かけてポーズみたいな。ほんと、リハの時は全然風が吹いてなかったから大丈夫って思ってたのに、うんね、なんかもうほんと数時間ですごい強風になっちゃって、ほんとなんか何にもやらずに、とりあえずなんかもう踊って終わったみたいな。みなちゃんの師匠に謝った方がいい。本当にカラクリ師匠はね、ポンポン飛んでったのね、頑張って師匠なりのダッシュでね、取りに行ってね、台車のところに戻したの、ポンポンを二人のために。なのにね、せっかく戻したのにかかわらず、また飛んだの。大変だったので、あれはね、ほんと印象深くて、でもそっか野外で、もう重りをつけて、紙吹雪やらないみたいな、結構ね、こう、そっか勉強になった。だから強風って怖い。外って怖いですね、やっぱね。うん、外怖い。外怖いですね。うん、あの、ファイヤー危険をやった時に、私が結構最初の方でまだやり始めた頃で、オイルをめちゃくちゃつけすぎてたんですよ。もうちょっと乾くのが怖いみたいな。オイルつけすぎたら、結局その火をつけた瞬間に、まあ引火するじゃないですか。うん、そしたらなんかね、火が消えなかったのよ。オイルをつけすぎた火のなんか大きさで。で、私手、自分の手も火がついちゃったの。でも、全然本番中アドレナリンがすごかったから、うん、全然熱くもなくて気づかなかったら、一番前のお客さんに、火がって言われて、怖い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 結構変わった現場とか、あとはハプニングからマジシャンは学んで、うんはい、で成長していくなって思います、はい、うん。